本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます、えー。はい、お願いします。で、本日はですね、えー、編集者 M くんとですね、あのー、皆さんに、えー、いただいている YouTube 動画にね、 コメントがあると思うんですけど、そちらに質問いただいてますので、えー、そちらですね、ちょっとこう僕の方でピックアップして、えー、お答えしていきたいと思いますので、で皆さんもね、えーあ、こういうの質問答えてくれるんだと思った方もいると思うので、あの遠慮なくね、えー、質問いただけたらと思いますので、えー、ぜひお願いします。では、エム君、えー、ピックアップ、はい、お願いします。はい、じゃあまず最初の動画いきます。この体感の動画は2回目のアップですねと。 大好きな動画です。ありがとうございます。1回目のアップでは、スイムは全種目、基本姿勢はフラットだという思い込みを消せました。またご説明のバタフライはシーソー、平泳ぎはウェーブ、背泳ぎは頭側で上で斜め、クロールは足側で上で斜めといった基本姿勢を練習で感じ始めた時期と,とも重なっていました。それから数ヶ月、今は個人メドレーで1時間のロングスイムができるようになりました。 ということなんですけど、はい、はい。えっ、ー、と、ここで、えー、ちょっと森さんに伺いしたいんですけど、はい。えっと、その、まあちょっとこの動画を振り返ってみていただければわかるのかもしれないんですけど、その、はい、バタフライはシーソー、平泳ぎはウェーブ、背泳ぎは頭側で上で斜め、はい、でマクロールは足側で上で斜めといった基本姿勢の練習、はい、基本姿勢と。はい。 とといいいいいううのをちょっっまたざっくり教えていただいてだもでいいですかそうですかそね、えっとまあ、この、えっと、動画では意外とこう泳ぎのポイントを見せてなかったのでそしたらちょっと今日はですね、あのー、一つ一つ泳ぎの動作からですねちょっと説明できたらと思うのでじゃあバタフライ背泳ぎ平泳ぎクロールの順番で、えっと、ちょっと動画を見せていきたいと思うのでジャイム君じゃあバタフライから。 えやっていくので、水中映像お願いします。はーい。はい。では、バタフライからいきますね、えー。バタフライのシーソーっていうのはどういうことかというと、今これ第一、えー、第2キックを蹴ったところで、じゃあ次、えー、第1が入ってきます。ちょっとじゃあお願いします。今手が戻ってきました。で、えー、手が戻ってくると、この、もう少し行きましょうか。はい、ありがとうございます。そうすると、 えー、体の姿勢というのはえ、この斜めの形。で、これキックっていう、まあこういうね、えー、動作になってきます。で、この形になってきたときに、要はバタフライというのは、要は次のストロークっていうところももちろんね、あの大事になってくるんですが、よくこのバタフライ、手が入水したときに、手は このままね、後ろにこう、少しこう、動きを入れていければいいんですけども、その時にだいたい体っていうところですね、えー、やっぱりこう、考えてしまうと、意外とまっすぐ進もうと思う、要はまっすぐね、このように進もうと思う方が多いんですね。でも、このままっすぐ進んでしまうと、今、 体はこれだけちょっと深くなっていってるわけです。そうすると、まっすぐ出てしまうと、その、この部分がまっすぐ進むので、かなり大きな抵抗になってしまいます。ですから、先ほど言ったシーソーっていうのはどういうことかというと、上半身がこっちに落ちてきたら、次は、 腕は普通に書くんですけど、意識的に体はこっち少し斜め上に持っていってあげるっていうところ。そして次、第一キックを蹴った時には体は少し斜めに持っていくっていう風うに、クロール背泳ぎはまっすぐ泳ぐんだけども、バタフライっていうのはこのシーソーのように泳いでいくっていうのが、えー、すごくスムーズになってきますよっていうところが一つのポイントで、そして呼吸をするときにも、 お上げやすくなってきますよっていうところは一つのポイントに、えー、バタラはなってきます。じゃあ次、えー、水を見ていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。はい。じゃあお願いします。はい、次、水儀ですね。えー、水というのはですね、まあ、その足の方っていうところですね、えー、なっていくと思うんですけど、まあ、ちょっと僕の泳ぎはですね、ちょっと足首が硬いので、少しまあ、あの、下半身下がりすぎかなーっていうところはあるんですけども、 えっと、イメージとして、背泳ぎっていうのは少し体はこうやって斜めになってきます。で、頭があって、まあ、あの足があるという、この状態なんですけど、それに対して、まあ、腕が回,こう回っていくんですが、腕がこうやってぐるって回っていくんですけども、あの、下半身っていうのは、えっ、ー、と、もちろん、えー、下がりすぎるよりも上がった方がいいんですけど、基本姿勢として、 この関心が少し斜めな形で、えー、基準になってることによって、腕が回った時に、こうやって腕が回りますね。手が入水された時に、足はどちらかが下がって、どちらかが上がってるという、この状況になってくるんですね。ですから、えー、一生懸命上げようとしなくても、体の姿勢っていうのは、ちゃんと、この、 斜めになってるからこそ蹴り上げが、こうですね。こういう斜めになってるからこそ、ここの今、右足のように蹴り上げができる。そして、今、このラインになるように蹴り下げができるという風に、キックが打てやすくなります。ですけども、下半身が、例えば、頭があって、体があって、こうですね。まあ、これ上向いた状態ですね。で、ちょっと絵が、ちょっとはいつもの通り、 うまくかけないんですけども、上がったときに、あ、これ違いますね。えー、っと、こうですね。こういう形で、フラットの状態で、あまり下半身が高すぎてしまうと、膝の位置とかが動かすときに、動かせる範囲がないがために、どうしてもですね、キックは蹴りづらい、腕が回りづらいっていう風になってきますので、えー、基本姿勢は少し斜めになっていいんだよっていうところを、少し意識しながら、 えー、泳いでいただけるといいかなと思います。じゃあ次、M 君、平泳ぎお願いします。平泳ぎはですね、えっと少しこう姿勢のところで考えていったときに、このままっすぐっていう形。 っていうのもすごく大事になってくるんですけども、えっと、バタフライ、あと、ちょっと少し似てるんですけども、よくあの、ボカレッスンで、えっと、例えば、ちょっと一回手書いてもらっていいですかまあ、ウェーブというところはどういうことかというと、えっと、ちょっとストップです。例えば、今、こう、泳いでる時にはコースロープないんですけど、目の前にもし、ここにコースロープが皆さんあるとしたらどうですか手を書いてきて、 もう一回ちょっと書いていきましょう。書いてきて、あ、書いてください。逆です。書いてきた時に、もしここに、まだいいですよ、まだいいですよ。コースロープがあるとしたら、手は少し下げて、そして頭が入って、くぐっていく形になっていくと思うんですね。ストップです。で、今僕自身の泳ぎは、ゆっくり泳いでるんで、くぐった後にこれだけの深さはありますけど、ある程度スピード上げてくると、 えっと、コースロープはくぐるんだけど、この深さは徐々に徐々に浅くなっていきます。ですので、流れとして、コースロープがあるう状況の中で、体を今コースロープくぐりました。じゃあ次、また手を書いてきたら、手を書いてきたら、ここにコースロープがあるとして、コースロープがあるとして、手が入って、 で、また頭が入ってコースロープを越えてくるっていうところ。そして次の、えーまあ、コースで言うと、横の次のコースに入っていく。だから1コースで、えー、呼吸をしたら、く、え、ぐ、ー、った後に二コースの方に伸びていくっていうようなイメージができるといいかなと思います。はい、じゃあ最後クロールにお願いします。クロールに関したらですね、まあ もちろんまっすぐに泳いでいるようには見えると思うんですけども、えー、体重のかけ方としたら、イメージは背泳ぎと逆です。こういうふうに斜めな形になっていきます。で、この斜めの形になると、今、えー、このね、手のところ、ここあると思うんですね。よくこれね、多いんですけど、手を入水したときに、 手の位置がすごく高い位置で止まってしまう方がいます。高い位置で止まるということは、体はこっちが高くなるので、下半身は下がる。斜めに逆に背泳ぎと同じ状態になって下半身が下がるんですね。でも意識として、少しこの手の位置に含め、斜めの形になることによって、 で体の重心だったり今度足の位置が上がりやすくなりますのでちょっと一回動かしてもらっていいですかここでスーッと手がねストップです今もう入水する時からこう入っていきましたよねでもうまく泳げない方はこういう風うに手のひらも含め出ていくんですねですから手を描く時にではもう一回そのままお願いしますこうですね今斜めの形から この斜めですね。で、手が書いてきて、で、また今度、次の動作見てくださいよ。ここで止まりませんからね。ここから少し斜めにぐーっと体重が乗ってくる。ですから僕の中では、こういう風な形がまっすぐだと思ってるんで、手がまっすぐではなくて入水していく位置が変わってきます。 っていうふうに、やっぱり少し意識として、この伸びていく形だったり、各ポイントっていうのが変わってくることによって、スムーズにねあ、なっていきますので、えっ、ー、と、そこね、気をつけながら、おいでいただけたらと思います。はい、えー、今ね、やった4種目っていうところですね。えー、まあ一つの、まあこの前ホワイトボードを使って説明してたと思うんですけども、まずその泳ぎのね、 えー、まず、泳ぐ前にどういう体の流れができるかっていうところはすごく大事なポイントになりますので、えー、ぜひですね、えー、動画をチェックしていただいて、泳ぐときにただやみくもに手を回すとか目線を下げるんじゃなくて、体はどのように進んでいくかっていうところを気をつけながら、まあ、練習をしていただけたらと思います。まあ、その中でですね、わ、えー、からないこととかありましたら遠慮なく、えー、動画の、ねえー、コメント欄に質問をしていただけたらと思いますので、えー、ぜひね、 まずやってほしいかなと思いますので。あ、森さん、質問です、質問です。終わっちゃう、終わっちゃう。完結しちゃいそうだったんで、ちょっと質問していいですかはいはい。えっと、ちょっと一つだけ、ちょっと聞かせてほしいんですけど、バタフライのウェーブとか、ウェーブじゃない、シーソーとか、背泳ぎの斜めの位置とか、今、教えていただいたんですけど、スピードを上げてくると、 はい、バッタにすればあのシーソーがあんま幅が大きいと遅くなりますよねその角度が高い。そうですねあの浅い方がいいさっきの平泳ぎと一緒で深くなれば長くなるしそうですよね焦げるってところです。ですよね,すよねだからスピード上げていく人はまあそれを最初練習でこコツというか感覚をつかんでどん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 こうそのテンポとかそのタイミングとかをこう。 上げていくっていう感じがいいっていう感じですか、はい。そうですね。それが一番いいかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ちょっといる,、はい、いる意味をちょっと見出しました。ありがとうございます。はい。<laughs> じゃあ皆さんね、えー、ぜひ、えー、動画のポイントですね、やってみてください。では本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。